実況する前から爆笑したの初めてだよ俺。エンペルトム。え？ああ、か結局エンペルトなのね。自分がアザゼルだと思ってるけど。自分がアザゼルだと思ってる。自分がアザゼルだと思ってるエンペルト大半ケモさんのピカチュウ。ステージがフォスカさん、楕円形の広いステージだ。楕円形なだけにフィールドフェーズの終わり方次第では狭いデュエルフェーズになったりする。さあ始めちゃってください。さあハンキモさんは EV、アザゼルアザかっこ謎のアザゼルはイーブですね。さあ開幕フィールド玉の打ち合い。さあサイドショーに玉強度で10万勝つ。さあ牽制にレイビーが刺さって、レイビー削っていく、レイビー削っていく、つえー、さあ確かに面白く10万。さあきっちりこれは赤いとか嫌い切り果てにブロックで割り込んで、今のタイミングだとおそらく岩倉君もダメだったんで、さあまた距離が離れて避け取る10万飛び上がりレイビー避け取る。さあ驚愕状態でゲームを動かしていく。ボルテッカーの、まあ、ブロック部分は割られずとも、さあオート興味が溜まっている。ジラーチ耐えて、さあ元気に前捨て前捨て、さあ足の起きてるな。こいつアイアンテール BA が飛んでるモーション見えた。さあ EV やったかおっとドリクチドリクチ、さあ張り付いたとこにアイアンテール、これ当たらない。はい投げ暴れてれば自分がアザゼルだと思っているってゼンペルト一連と落としていく。さあサポーターをお互い変わるとジラーチ EV で、このランダーよほどのことがないよほどのことがなければ、興味がたまれるって言おうと思ったのにたまりやがった。さあフロントの10万が刺さって、最初のフィールド取ったのはハンケモさん。さあジャージを耐えてがまだたまらない。岩倉をガードさせて、さあドリルくちばしからの、あれ多分安いなのルート。さあ興味を抱いて画面端から抜けていく。さあ雷ガードさせて寄っていく、寄っていく、寄っていく 5X 当たらず、おおまあボルテッカーガードから赤字で反角反撃取る。さあボルテッキンガードさせて、おい興味入っていく。今度は俺も見ていてください。さあドリルクチバシが飛び上がりに刺さって、2段目を取り返したのは鳥ごまエンペル、鳥ごま捨ちゃったよもうさあファイナルラウンド、秋元さん開幕はピカチュウ、あバイピカチュウがジアチョウ焚いて共鳴貯めたい。さあ玉打ちからの、さあフロントさあフェーズ変えない勇気の置き攻め。ピーカーピーカーさあさあイーブル抱いて、僕たちはうるさいんだああいうのに。自分がアザゼルだと思っ てもお前の腕はアザゼルじゃないんだ。さあ次2番手はどうか、
おお、これは見えもう結局そういえば俺このキャラ使ってた時サポート下校 EV から動かなかったんだよな。いや俺も動いてない。うん、キャラ倒せん時だけサーチャーかエモンだったもん。そこまで悩むあれなのかなとか思っちゃったよな。さあミラーでじゃあさあよくわかさあさあ切り払いからヤギを重ねてジャンプアイアクアジェットヤギリア置き攻めはハイドロカン2番にドリクチ、そう。あ、必須エンプルト配置しろよ。さあ、俺は。さあカージェットで寄ってってシュート、あカージェット八重切りでフェイドを取っていく。さあコーナー一方的な本当のムード、あムードじゃねえよ、ペース、ムードってなんだよ。いいんじゃない、発生しないから確定だよ、うん、さあ久々に取り駒の反撃が投げだったものの岩木崎分からされて、さあよく分かるけど何も当たらなかった。ジャンプアイ6アイワイアカおま誰かなってよ、謎をつかんだけどそもそもキャラがな、キャラがなあいつは、あいつはカリキやエンペルトではなかった。さあ、次はの方は、2番手でフリーダムだ、マオリさんのマニューラとこの組み合わせ俺の中ではマニューラ有利間違いなくマニューラ有利、そうして鳥さんにプレッシャーかけていく。さあブロスの割合にシュート触ってアクアジェットからフェイドを取ったのは赤星さん。さあブロックは使っているが、さあ全部受け切ってしまうが滝の森の紅茶がダメのクエクス重ねてさあ投げに2枚で暴れていく、起き攻め、おっと仮装かと思ったらアクアジェットに行ったの。さあ来た、さあ挑発8割、つららでフェイズ、さあフロント高速猫玉5割ためろくする猫玉さあ画面足が抜け出してこれフォックを使っていく。さあ赤いジェットが下がってこれは終わ、さあジャンプスガードして、おお押してる、さあこれはかなり盤上、
さあこれに投げが刺さって取ったのはマニューラ。さあ2ラウンド目、まあこれはよ状況次第はおそらく赤星さんがもう興味がたまるでしょうという。そうよくないけど高速で避けて宮根ヒカヒカ。さあ張り付いたものの壁をこう落として興味剥がれてしまう。飛びが分からされて置き攻め投げて投げ BA だがフォッコが呼ばれている。さあ勇気の投げが、さあホミが重ねて投げているがシュートは明けですね。あそこは岩砕きでデバフを取った方が。さあハジクス、これを挑発取ってさあ追い詰めら、最後のお願いが。さあじゃあさんアクアジェット見てから超は、はい、さあ勝ったのはということで、このチーム キョロ君、大将キョロ君、キャラはダークかな、ダークなのかな。まあ、マイク調子悪めなのこれ。なるほど、まあその分頑張って声出すしかない。さあマニューラダクミツ、おっとここはそう開幕から面白い展開が見えて気づいたらもう表面がたまりそう。さあ刺さってる、ホミが当たってたのを止めてしまう。さあ最大ダミにホミ受けて割り込んでいく。キャロ君も取り返してさあ投げていったが先に表面表面はかれて置き攻め拒否。さあ今隠れてたのにまあしゃあない。さあ固めて固めて、さあ暴れが見えた、きっちりディレイかけてしかし当たらない。さあ表面は消えたがまだ俺のターンだと。さあ鳥さんが止まらない、パチは落として冷凍パチ終わるか、終わった。さあ今のはだきで全てに冷凍選択できたコンボでしたね。さあ囲まれてさあ、キョロ君も何か取っかかりがつかみたいが、なかなかここまでペースを逃げずにいる。シュートを打ったが相手は共鳴している。さあ、猫魂でフェイズを取られてプラス12。さあ、ブロス投げで鳥さんが止まらない、フォミが重ねてさあ、これとうとう共鳴。さあ、見えた。さあ、ジャンプ X ガードして固まったところに投げを入れて、さあ今までのお返しだと。さあ玉打ちで、さあこれがまあほらブラックでしょ。さあしかしそれもクレセリアで回復して、さあこれでかい、ちゃんと6割から、入ってたところを見て前捨てして8割ラウンド取り返したのはキョロ君のダークミツ。さあ最後のフィード、ここのまず取れるかどうか。さあしかし拾った石で興味を貯めていたのはトリサノマニラ。さあジャンプシュートからのリフレクター、あれ結構有用な人。ああさしホミキャン成功、ラート。
さあ6回で暴れてる。ピンポーン、きっちりジャンプが1ヒットなのも分かって、さあサイドシュートがホミカがつながって、さあキョロ君まだ終わらない。最高ブレイクでもしかしたら終わってたかなーって、怪しいな。さあとクレセリア使って、しかしフロント使った方にブロックを置いてた鳥さん、その硬直を投げて勝ったのはキョロ君のダメージ。毎度毎度思うけどこのゲーム早すぎんだよな。んの見たものを喋るとしたらもう次の展開になってるのどうしようもないでしょ。だって配信台じゃない方もまだ対戦が終わってないと。さあ対照戦スパイタ、今週さあ動いてた、さジャンプすげえな、ね、でもさあさあ強化入らずシュート放電で、まだとったのは、さあ次のラウンドブラッキーもやり過ごそう。ああさあフロントでも多分フロントで取ろうとしたら当たらなかったんだ、ブラッキーだった。さあきっちり見てブロック見てから投げ、最高ウェーブ、さあ我慢強い、さらにはいはい、さあ共鳴、今度はお前の番だと、今度はお前、さあ最終ラウンド2ラウンドのペースが速かっただけに、さあサイドシュートの奥から記録投げて、共鳴差があった方から最初のフェイス取れたのが惜しいですね。でかいジャンプは8はいい、ための8はいい。さあギリギリ間に合った、ブロステから投げ、さあ最高ブレイク、あこれはできこれ、あフィールデュエル継続、あっあまあミスもあったものの最後まで精神の強かったキョロ君が勝って、勝ったのはハンキョモさん、キョロ君、赤星さんのチーム。次ブロック決勝ですね、この2チームが。こっちが終わってから、だから